こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、アマゾンを利用するメリットについてです。まあ、いろんなメリットあるんですけど、やっぱり一番のメリットは、景気の良い国で簡単に商品を販売できること。やることは、買い物した商品をアマゾンの倉庫に送るだけです。それだけで、成長している国で商品を販売できます。だから、簡単に成功することができます。日本の成長率1.6%、来年は1.1%の見通し。まあ、成長というかね、非常にこう足取り重い感じですけど。一方ね、ちょっと前まで良かったアメリカは今度マイナスになっちゃいました。でも、オーストラリア、ね、成長してます。成長率3.3%。そして、もう一つ、シンガポール、成長率4.4%。この2つの国に Amazon を使えば、簡単に商品が送れます。そして商品が販売できます。まあ、なかなかね、景気が悪いからどうしようといった時にね、じゃあ他の景気のいい国で商売すればいいんじゃないと考えついたとしてもね、それを実践する、実行するのは難しいんですけど、まあ、Amazon を使えばそれは簡単にできるというのがね、やっぱり Amazon の一番のメリットかなというふうに考えます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。